扉が。なんで開いてるの？勝手に開閉するようなものでないとするなら、僕たちがやった何かに反応したのかもしれない。でも私たち何かした？食台に火を灯した。それだ。よくよく考えてみれば、この扉には炎の模様が描かれていた。なるほど。ってことは食台に火を灯すのが鍵だったんだね。やけに火に関係したものが多い印象だけど、この遺跡を作った人たちは炎とかを信仰してたりしたんだろうか。わからんが、この先にも待ち構えてるだろう仕掛けのヒントにはなるかもしれんな。じゃあ扉も開いたし、先に進んでみよう。